食べ物食べる。質問の1個目は好きな食べ物で、で2個目は、嫌いな食べ物で、3つ目は明日死ぬとしたら何が食べたいか。どうもーニーニです。ルナです。今回はなんとルーミス N さんから食べ物タグが回ってきました。食べ物タグの発案者さんはアイリスラーメンの山口店長さんです。このタグゲームにはルールがあります。まず1つ目、3つ質問があって必ず答えることです。あとの細かいルールはここら辺に書いときます。まず1問目いきましょう。好きな食べ物は何ですか？僕は梅干しが大好きです。酸っぱいのがとってもいいからです。僕は焼肉が好きです。次2問目、嫌いな食べ物は何ですか？僕はみょうがと生姜が苦手です。なんだろう、濃い匂いが苦手だからです。僕は卵かけご飯が嫌いです。気持ち悪くなるから。次最後の質問3つ目、明日死ぬとしたら何が食べたいですか？僕はお母さんの焼きうどんが食べたいです。お母さんのじゃないとダメ。僕は高級メロン100個。なんで？ベリーメロン。ベリーメロン、お口にとろけるベリーメロン。ベリーメロン、ワンツーワンツー、ベリーメロン。ベリーメロン、ブレーブレー、ベリーメロン。ベリーメロン、ジューラ、そりゃ丸くて大きい。ジューラ、そりゃ緑でしましま、また白の甲からくげつけ。トゥ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 、一度食べりゃくぎづけ。ドゥルルル、ブラブラ、ベリーメロン。ベリーメロン、デデデ、おかわりだ。デデデ、愛してる。そんなメロンが食べたいです。というわけで僕の好きな食べ物は梅干し、嫌いな食べ物はみょうがと生姜、明日死ぬとしたら食べたいものはお母さんの焼きうどん、僕は好きな食べ物焼き肉、嫌いな食べ物は卵かけご飯、最後高級メロン100個、ってな感じになっています。そして食べ物タグにはもう一つルールがあります。この動画タグゲームを一人以上に回すというルールがあります。そして3人、回したいと思います。まず一人目は底辺 YouTuber のふくもんさん、ケロくんチャンネルのケロくん、放送局のあーさん、この3組に回したいと思います。とっても楽しみにしています。よろしくお願いします。それではボーイ。動物って食べ物？え？